サトルさんは5年後どうなっているっていうのを、サトルさん以外のスタッフがですね、答えました。で、それをどういうふうな答えをサトルさんがするかというのをちょっと、当ててほしいです。ヒントとジャッジをこれ、最後、青柳さんにお願いしたいと思います。これ難しいけど、でも、いや、でもまあ、傾向はあるよね。そうですよね。なんかもう傾食に向あ関るんすすか？る。違う違う、傾向ある。だ傾から向。似たより、寄ったりのはあるよって話。ああ、っていうことです。5年後でしょ。まだこれね、また、いつもそう、5年後とは一応言うてるけど、まあ別に5年じゃなくても10年とか20年とか、まあわかんない。この将来的にみたいなことね。自給自足してる。ああ、はい。でもね、なんかね、そういう感じです。その、食関係。だけども、そう、食関係と、あと、ほんまに、今の仕事を、ね、みたいな。難しいですよ。あ、わかりました。お、わかったって。B 型事業所やってる。ああ、違います。違う。違うけど、カやっフェ、てカフェ。そう。カフェ、ほう。いや、でもカフェはあれちゃこうん。れっぽい。いや、下からよ、二つ目も。ああ。じゃあ正解ででかい、おお。す。カフェかどうかわかんないですけど、二つあって、一つが燻製&発酵食品の店、サトルのオーナーっていう。もうこれ絶対難しいでしょ っていうのと、まあ、あすとごい子ね、供で食も。堂。そう、子供食堂を開いているって書いてなるほどね。ある。ねえ。っていうのがあるのと、あとは、どうですか？ここはヒントですよね。まあ、ヒントというか、まあ、でも、だから似てるは似てる。だから、下から、上から二つ目以外は、そう。これ上から二つ目、でもまあなくはないか、5年後やったら。そうなん上かですらよ二ね。つ上目、かほらら。二つ目。ありえるかなと思って。なくはないよねって、完全にまあプライベートのあれですけど。なんでしょプライベート。おじいちゃんになった。う。おお すごい。そうよね。素晴らしい。サトルさん、僕よりもね、3つやったっけ？今、47でしたっけ？今年。はい、47ですね、ね。47ですけど、だから5年後で52やけど、もしかしたらなるかもね。結構娘さんが大きいですもんね。そうですね。可ほんで、能べっ性は全ぴん然あやっるとて聞いてたからね。思う。あ、そう、べっぴんさんの三そうなん姉妹。だ。でも、ほら、途中でも言いましたけど、べっぴんとか言いながら僕も6年後って写真1回見ただけですからね。実物に会いたい会いたいって言い続けて、これ見てたら、もしね、吉岡悟さんのご家族、一度僕お会いしたいんで、ぜひ、お会いしてきたらなと思ってます。はい。まあまあ、そんなおじいちゃんもありながら、じゃあ、もう時間もそろそろなんで、青木さん、ちょっとじゃあ残り呼んであげてください。一番初め。今以上にたくさんの苦しむ人を救っている。で、職かける障害の分野で活躍。料理かける福祉の起業家。でした。で素晴す。らしい。すごい。いやいやいや。